法風俗店とは知らず、普通のマッサージ店と思ってきた。関西ヤンキー。いらっしゃいませ。あ、どうもどうも。マッサージお願いします。はい、にょにょ。じゃあ、お客様、お届けになってください。はい。手は痛いですか？手は痛いですか？腰の方をお願いします。腰を張っているので、腰の方をマッサージしてください。どうですか？気持ちいいですか？はい。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 気持ちいいです。ありがとうございます。やっぱさ、待ってください、待ってください。はい。違う、そういうマッサージは求めない。別に乳首舐めてくださいとは言ってませんよ。すいません。普通のマッサージで結構ですので。あ、いいですね。お客様、お願いします。あ、え？いやいや、服脱がさなくてもマッサージできるでしょ。はい、いや別にそういうのは求めてないんで。はい。チュパ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 。いやいや、乳首舐めてもらわなくていいですって。気持ちいいですけど。いいですから。ああ、そろそろ足とか、そこの足、ちょっと、ね、張ってるんで気持ちいいです。ああ、そうです、そうです。はい。じゃあ、お客様。リマンにします。あ、はい、じゃあ脱がしてください。ザザザザザ、チュパ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 。あ、気持ちいい。違う、いや、それはダメです。それは普通のマッサージで結構ですので。そうです。足とかそのマッサージがいいんですよ、本当に。はい。あ、チュパ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 。あ、気持ちいい。あ、はい。行きそうっすね、そんなにやられたら。あ、違うって。それ求めてないっすから。違いますから。はい。でもなんか立ってきたんでやっぱり抜いて